ダキアのボエティウスは13世紀デンマークの哲学者。ボエティウスは13世紀前半に生まれた。彼の前半生はよく知られておらず、デンマークやスウェーデンのよく知られた人物と彼を結びつけようとする試みはうまくいっていない。彼がパリ大学で哲学を教えるようになったことだけが知られている。そこで彼はブラバントのシゲルスと親しくなり、シゲルスと共に 神学部で研究したり、大学以外の職場を見つけるのではなく、しばらく学芸学部教師として教授し続けるための臨時的な教職を得た。彼は1277年にアベロエス主義者を率いたとして、エティエンヌ・テンピエに攻められた。ボエティウスは、シゲルスと共にパリを脱出し、ニコラウス3世に訴え出た。彼は、オルビエートの教皇庁に留め置かれ、デンマークで、 ドミニコ会に加入した。ボエティウスはアリストテレスを呼び、アベロエスの研究者で、論理学、自然哲学、刑事上学、倫理学に関する著作を書いたが、そのうちいくつかは残っていない。哲学は、宗教的信念との矛盾を考慮せずに、自らの内的論理に従うべきというのが彼の基本的な立場であった。彼にとって、哲学とは、 人間の活動のうちでも思考のものであり、この世界で哲学者だけが知識を獲得できるのであった。著書、最高全についてで彼はアリストテレスの言う真理と美徳に関する理性的な施策としての人間の最高全を熱心に定義した。議論の中で彼は無からの想像は不可能である。世界を呼び人間の理性は不滅である。 そして死者が復活することはないという結論に到達した。過激な思想を抱いてはいたものの、ボエティウスはキリスト教徒であり続けており、人間の本性や世界に対する考察を哲学に割り当て、一方で超自然的な啓示や神の起こす奇跡を宗教に割り当てることで、自らの宗教的信念と哲学的な立場を調和させようとした。 彼は二重心理説をとっているとして責められたが、彼は真理が単純であるという信仰に反するような哲学的規決を注意深く避けていた。学問の各分野において人は自分の出した結論が正しいと考えることには注意深くならなければならない。哲学者が出す結論は自然の動員や原理によって正しいと認められる。また、ボエティウスは 中世の文法学史において初期用態論者に属しており、著書、表示の書用体あるいはプリスキアヌス大文法学問題集で返されあのプリスキアヌスの規範文法的な文法学に対して文法の原因についての考察がないという批判を行っている。ありがとうございます。